シドニー・ノーランシドニー・ノーランは、オーストラリアの画家、版画家。同国の美術界を代表する作家である。1917年4月22日、メルボルン郊外のチカールトンにて、4人兄弟姉妹の、長子として生まれる。やがて家族で、メルボルンの海岸地区セントキルダに移住し、そこで、少年時代を過ごす。美術と文学に興味を持ち成長するが、やがて美術について、 本格的に学ぶべく、プラハーン工芸学校のデザイン、工芸学科に在籍し、通信教育などを通じて、勉学に励んだ。15歳で看板描き、16歳で帽子工場の工員といった職を得るが、翌1934年、17歳の時に、ビクトリア国立美術館美術学校に入学し、仕事の合間を縫って散発的に夜のクラスに出席するようになった。 彼はここでピカソ、クレー、ミロなどの画家の作品に親しみ、ヨーロッパの美術から大きなインスピレーションを受けた。ノーランは当時芸術家のパトロンとして知られていたジョンとサンディリード夫妻と親しくなり、新進芸術家集団であるハイディサークルの主要メンバーの一人とみなされるようになっていった。1938年に彼は最初の妻エリザベスと結婚したが、 リード夫妻との関係、芸術家としての活動が活発化するにつれ、この結婚は3年で破綻した。1940年に最初の古典を開催するが、これは惨憺たる評価に終わった。1942年には陸軍に招集され、ビクトリア州北部のウィメラ地区に配属された。この時期すでに彼の画風は中小から愚章へと方向転換しつつあったが、 この移住により、大都市メルボルンの空気から遠ざかることでその傾向は、さらに加速され、ノーランは、ヨーロッパの中小画とは距離を置いた、オーストラリアの画家としてのアイデンティティを模索する、家庭に入っていった。除隊の後、メルボルンに戻ると、ジョン・リードとマックス・ハリスの出版社の仕事にも参加し、文芸誌、アングリー・ペンギンズなどの表紙を手掛けた。1946年、 ハリスと共に、ビクトリア州北東部を旅行し、オーストラリア最大のブッシュレンジャーであるネット・ケリーの生涯にインスピレーションを得、ケリー追跡大作戦を主題とする一連のシリーズを描き上げた。オーストラリアで大衆的人気のあるケリーを扱ったこれら作品は、今日までノーランの作品群の中でも著名なものとして知られている。これ以降、旅行は彼のインスピレーションの主要な フレーザー夫人と脱獄衆ブレースフェルなどの作品はその成果である。1949年にはオーストラリア中央部を旅して探検カバークとウイルスのオーストラリア南北銃弾の探検に主題を取った作品を作成した。なお、1948年に二度目の妻シンシアと結婚している。1950年に ダンロップ賞を受賞したことによって、欧州訪問の機会を得たノーランは、その翌年フランス、スペイン、ポルトガル、イタリアを歴訪した。ヨーロッパ美術、分けても、初期イタリアルネサンスの美術に深い感銘を受けたことを、契機に、オーストラリア的な荒削りさが目立ったその作風に、それ以降は、宣伝が加わっていくようになった。翌1951年に、オーストラリアに戻ると、 ブリスベンの新聞、クーリアメール紙の依頼を受け、クイーンズランド北部の干ばつの様子を記録するたびに出発した。ここで洞窟画などオーストラリア先住民の文化に触れ、また1953年にも中央内陸部に旅したが、オーストラリア内部の探索はここで一旦区切りをつけ、以降は国際的活動に比重を移していった。1954年に再度イタリアを旅して、 大きなインスピレーションを得たことを足がかりに、ベネツィアやローマ、ロンドンで展覧会を開催。1955年にはロンドンに居所を定める。同年冬から翌1956年にかけては、ギリシアのヒドラ島で過ごし、そこで得た着想をもとに、大作、ガリポリを完成させた。これは、第一次世界大戦における、 オーストラリア・ニュージーランド軍団のガリポリの戦いへの参戦をギリシア神話のトロイ戦争のイメージに重ね合わせて描き上げたもので当時の彼の神話への興味を伺わせるものとなっている。この後、カンタス航空からオフィス装飾用絵画の依頼を受けて取材のために世界各地を歴訪。その足跡はインド、カンボジア、日本、メキシコ、アメリカ合衆国と 後半なものにわたった。ロンドンに戻ると大規模な回顧展を開催し、その名声をさらに高めた。1957年にはパリ、1958年にはニューヨークに移住したが、1960年代の初めまである時にはロンドンを拠点とし、新しいインスピレーションを求めて世界中を旅行して回るという生活スタイルを貫いた。その成果は、 彼の作品に着実にフィードバックバックされ、豊かなニュアンスや色彩感覚をもたらした。1960年代には、エジプト、アフリカ、ギリシア、南極、ニューギニア、インドネシア、中国、ネパール、アフガニスタン、パキスタン、アメリカ合衆国、モロッコなどを訪れている。1967年には、シドニー、1973年には、 ダブリンで大開古典を開催し、オーストラリア随一の画家としての地位と名声を不動のものにした。国内では国家レベルの仕事が多く舞い込み、国外では1963年に大英帝国訓議を、さらにその後、ナイト尺を授与されてもいる。その後も、その創作の勢いは衰えず、甲府、オセアニア、アーン・マリー、オイディプスタンといった各シリーズが、 代表作として挙げられる。1983年にはメリット勲章受賞の栄誉に良くする。1985年にはシドニーノーラン基金を設立して展示スペースの提供など他のアーティストやミュージシャンを支援する活動を開始した。1988年にはオーストラリア勲章を受賞またアメリカ芸術文学アカデミーの名誉会員にもなっている。 1992年11月28日、ロンドンにおいて75歳で死去。キャリアの初期においては、新編の風景や日常生活に題材を得た一般的な作品を手がけることが多かったが、ケリーのシリーズ以降は、オーストラリアの歴史の探求へと進み、空意に富んだ神話的世界を描き出し、同国における唯一無二の存在となっていった。世界中を旅行してもなお、 常にそのまなざしはオーストラリアに注がれ続けたと言って良い。その一方で南極やニューギニアといった世界の辺境とされる地域の風景からも名作と呼ばれる作品を多く生み出した。技法においてはリポリンを用いた硬い質感に特徴づけられる1940年代の作風から1950年代後期には合成接着剤である。 ポリビニールアセテートに顔料を加えたものを使用するようになり、その作品は深みと柔軟性を増すことになった。さらに1960年代には油絵の具を用いるようになり、ぼやけて溶けるような質感を作風に加味し、初期に比べるとはるかにニュアンスに富み、普遍的な訴求力を帯びた作品を量産していった。もっとも創作にあたって長期にわたる観察と試作を必要としたことは、 そのキャリアにおいて一貫していた。対象物を深く理解し、主題を掘り下げるといった創作態度が常にその豊かな表現世界の源泉にあったと言える。ありがとうございます。